行ったか。ええ、もう大丈夫みたいで。銀さん、沖田さん、でっけえ声出すんじゃねえよ。旦那、あんたの方が声でかいです。どうして、なんでこの二人が、一体どういう組み合わせですか。見ただろ、てめえも。町中あの調子だ。こんな状態じゃ信用できるやつも限られてくんだろうが。いつもは信用できねえけど、俺に次ぐ2位だからな。成り行きでさ、奴らから逃げてるところに鉢合わせしましてね。まあ1位の旦那なら襲ってくることはねえだろうってね。まあそっちはまだ信用できねえがね。なんだこら、お前こそ銀ちゃんに近づいて1位の座狙ってんじゃねえのか。神楽ちゃん、安心しろ。少なくとも6位なんてしみったれた椅子には興味はねえぜ。おい、背中に気をつけろよ。2位に興味なくてもお前の首ならいつでも狙ってくからな。やめろガキども。ったく、どいつもこいつも人気投票なんてくだらんもんに踊らされやがって。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。3位なんて取るんじゃなかったぜ。土方さん、じゃあ土方さんは外でいいですね。下がっていいんだもんね。パンツも順位もずり下げられていいんだもんね。開けろってなら、開けてほしいなら3位取って嬉しいですって言え。俺たちに負けた敗残兵が、それでも嬉しいって言えばやら。言ってみろ土方、お前なら言えるはずだ。土方、苦しんでたエスコンビ。嘘嘘、ごめん、3位取って超嬉しい。成功、開けろ。まったく仕方がない奴らだ。なんやかんやで順位が気にかかるらしい。1位だ2位だって何が嬉しいんだか正直わからん、おじさんは。ああ本当にね、僕らぐらい大人になると正直どうでもいいですよね、そういうの。全然低くても平気だし、1位も2位も大して変わらんですよ。ああどうせ見てくれだけで選ばれた薄っぺらいランキングでは、正直勝手にやってくれって感じだよね。俺たちそういうとこで勝負してねえし。だって嬉しい？そんなんで上位に入って、俺は全然わからねえや。上位取ろうと思えば取れますしね。あえて取ってないっていうか、じゃらじゃら着飾ればそりゃ取れるだろうけど、まあそりゃ違うだろっていうね。かっこよさっていうのはもっと内側からにじみてるもんじゃないかっていうね。そういう勝負なら勝手にやってくださいって。こっちは自然体で勝負してるわけだから。本当にね、勝手にランキングされてるだけでちょっと腹立つもん。一緒にしてんじゃねえよみたいな、票入れてんじゃねえよみたいな、逆に順位低くて嬉しいみたいな。ああわかるわかる、本当にな、わかるやつだけわかってくれればいいのよ。だってこれ4位とか意味わかんないですよね。何もやってませんよこいつ。ただ包帯巻いてるだけで4位ですよ。どうせ大した理由ねえくせに巻いてんでしょこれ。ファッションでしょこれ。そうだね、ほんとそう。俺は結膜炎だけどね。この7位のかぐらちゃんの兄ちゃん、これもわかんないよね。急に出てきて7位って、だって悪者でしょ。チャイナ服着てるだけでしょ。本当にそうです、その通りです。俺は今日新選組はチャイナ服デイなだけですけどね。正直迷惑ですよね、軽くキャラ被ってるっていうかさ。被ってるっていうか、これパクリだよね。キャラ完全にパクられてるよね。俺たち先に登場したの俺たちだし、順位はいいけど一回これはビシッと言った方がいいんじゃないかな。そうですね、視聴者にこっちがパクリみたいに思われるのも嫌だし。いい加減にせんか。あ、どっちがパクったとか、あっちがパクったとか、俺をパクったりとか、今そんなことをしている場合じゃあるまい。カツラさん、上位獅子も新選組も関係ない。今は一丸となってことに対処すべきだというのに、なぜ貴様らには分からんか。なぜこの情を解かんか。臆病者どもめ、手負いの虎がそんなに怖いか。確かにこんな傷さえ負っていなければ幕府の犬などに遅れは取らなかった。カツラさん、じゃあその傷は奴らに。もはや誰が敵で誰が味方なのか皆目見当がつかん。この世にはもう安息の地などどこにもありはしないぞ。カツラさん、階層がおかしいんですけど。安息の地っていうか、これサファリパークですよね。サファリ自転車で行ってやられましたよね、これ。肉球を間近で見たいと思ったのが全ての悪夢の始まりか。くじゃねえだろ、バカだろおめえ。前にもこんなことやってたよなお前。知らんぞ、どんなことになってもみんなみんな肉球に包まれて死んでしまえばいいんだ。あんただけ死んでください、あんただけ別件で。